まずこの素晴らしい場所を守ってもらいたい。この家督っていう場所はただ土地だけじゃないよね。人の土地だけじゃない。この素晴らしい過去、もう本当唯一の場所、日本でこういうところない。だからそれを今の世代と次の世代はこういう場所を認めてる。もうこれ、これ、20年、30年したうちらもおらんですよ。まあ、今の島もっと簡単な、先輩が残した土地守らんとどうもできるんですから、このあとは。いやだから私たちはいますから、まだ。こっちは、こっちは、こっちは、こっちだから。